走塁のことを話したいと思います。まずは帰塁ですね。リードをして、そこから帰塁、牽制の帰塁ですね。リードの大きさというのは自分の歩幅でまず測っておくことですね。そして左と右では多少違ったりもするので、特に左の時は少し大きめに出ることもできるので、そういったところを自分で試合の中の練習の中でどれぐらいの歩幅が自分に合っているのか、また変える距離ですね、変えれる距離というのも考えながらですね、探してみてください。そして帰塁です。帰塁はいくつか方法があります。足から帰る、それから頭から帰る、そういった方法があります。ただ一つ気をつけなければいけないのは、頭から帰った時に右手を伸ばして帰りますけれども、この時に右の肩をついて怪我をする選手が非常に多いので、その点だけ気をつけてください。